これ以上潜るのは危険だ。ゴッドフレイ統括かウィットロー先輩に知らせて指示を仰ごっ。さすがにゴッドフレイ統括を呼ばれては困る。煉獄の炎に焼かれる日はまだまだ先にしたいものさ。やはりあなたか、ミリガン先輩。私の工房へようこそ、ミスター・ホーン、ミズ・ヒビア。くしくもガルダを倒した二人だね。あれには参ったよ。苦労して一年がかりで使い魔に仕立てたというのに、お披露目の日が命日になるとは。あれもあなたが。オリバー、あれを見られよ。カティ、何をした？何も、まだね。トロールの脳は完璧に調整したんだ。なのに彼はどうしても言葉を話してくれなかった。本当に長く行き詰まっていたよ。だがまさか彼女が鍵だとは。この子が彼の言葉を喋る能力を目覚めさせた。一体何が有効に働いたんだろうね。何を？ほんのちょっと見せてもらうだけさ、彼女の脳をね。私の専門の一つは脳脊学。さえあるものに特有の傾向も脳から直接見て取れる。素敵な秘密があるはずだよ、この子の脳には。心配しなくても、痛みは感じさせないさ。傷跡だって残さない。どうか任せてくれたまえ。この通り、経験豊富な私に。全てアージン種。カティを引き渡してはくださらぬのか。渡すとも。脳を見てからならすぐにでも。オリバー、どうやらこの御人とは問答するだけ無駄にござる。待て、ナナオ。コントラーブ。反応が早い。一年生を相手にしている気がしないね。それはバジリスクの子煩悩な両親から送られたものでね。いかんせん人を選ぶから、ここに落ち着くまでに兄弟が5人ばかり犠牲になった。親の愛とは格も重い。改めて名乗りを上げよう。キンバリー魔法学校4年生ベラ・ミリガン。専門分野はアジン種の生態研究。彼らの地位向上を望んでやまない人権派の魔女。この目を知る者の間ではひねりもなく、邪眼のミリガンなどと呼ばれているよ。